はい、親とさん、ゆうきですということで、ライトがこっちがつかないんで修理します。はい、ロービームこっちはついてるんですが、こっちがつかないんで、ここですね、これがつかないんで、このライトつけて、ちょっと暗くなってきたんでね、修理していきます。おそらく玉何回か変えたんですけど、まあ玉変えてもつかないんで、おそらくバラストかなと思ってるんで、バラストの新品買いました。型番これです。はい、そんな感じでございます。じゃあ変えていきましょう。今ここまでバラしました。でここもバラして、でこの下のビス、あ、この辺全部バラしたんですけど、この辺ぐらいまでバラせば引っこ抜けます。これがね、ちょっとこう手前に動かないとこれが取り出せない形になってます。で出てきたのがこれ、これの交換をします。で4本のビスでどう繋がってんのかな。まあ外してみるか。こういう風についてて、このビスを4つ外したんですけど、これを外すとこういう風になってて、ここにカプラーが、ついてるんで、これを抜きますね。抜いたらこれが引っこ抜けるって感じです。こっちの新しいやつを、つけて、この白い配線を中に入れるって感じですね。でこのカプラーを、このカプラーをこっちにつけるみたいな感じです。はい。外したやつがこっちで、新しいのがこっちですね。まあ、見た目は一緒ですかね。はい。こっちが新しい方。じゃあ、取り付けます。はい、ということで、両方ともつけました。まあ30分ぐらいかな、作業時間。はい、こんな感じです。ついでに、なんだっけ、玉もね、両方とも新しくしましたんで、はい、こんな感じでつくようになりましたんでね、ぜひ参考にしてみてください。ということで、ありがとうございました。